このサードニュースはもともと結果的にユーザーが日米が2000万人になりました。でもすでに一定のユーザーを獲得している上にこのニュースが機能されていて、また13日に提供を開始してから1週間で100万人以上が利用しているということで、かなりレポートが違うのちょっとしているという状況ですね。逆に言うと、いかにワクチンに関する情報に目を越しているかということで、また国がそれを生かしているところで、つまびらかに流していないかということだろうと考えるということになりますので、